みなさん、Good morning! おはよう、サタデイズ。ミッキー・アイビンド、チュー・ウナガビラ、ゆたしく、ウニゲイ・サビラ。ミッキーのミラクル・ハッピー・デイ。今回が、ラッキーセブン、7回目の放送です。本日、ゲストに来ていただきました、キャンさんを紹介したいなと思います。キャンマサシさんは以前は、警察関係にお勤めでしたが、現在は沖縄県交通安全連合会にお勤めでいらっしゃいます。運転免許の新規免許証取得者に、講義をなさったり講演をなさったりということですよね。違いました。こんにちは。こんにちは、はい、キャンです。はい、そうですね、はい。免許を始めておられる方に対して、お知らせとか案内を、しております。5月でもう、おいくつになられてるんですか。はい、この5月で61歳になりました。お若いです。とんでもないです。マイナス20歳ですよ。お仕事は、今月の3月末に沖縄県警察の方、そうですね、今年の3月末に、はい、県警察を定年退職しまして、4月から、現在の交通安全協会連合会に勤務しております。実は私 の、 あの話し方の生徒さんでもいらっしゃいます。はい、あの4月からですね、ミッキー先生の教室に通って話し方のレッスンを受けています。ありがとうございます。今ですね、舞さんからちょっと質問があるようなので、はい、ちょっと舞さんお願いします。いいですか。お願いします。趣味はありますか。そうですね、趣味といいますか、人並みですけど、まず読書です。歴史小説が好きで、好きな作家は北方健三。北方健三さん、はい、あとは藤沢周平とか、最近で羽室凛さん、それから長谷川タクなどが好きです。ちょっと難しいお名前の作家の皆さんですけれども、あまりポピュラーではないわけですよね、歴史書。そうですね、歴史小説好きな人はみんなよく分かっている作家の皆さんですね。例えば織田信長とかですか。違いますか。そうですね、織田信長はこの作家の皆さんの中には出てきてませんけども。あと児童文学も好きでですね、特に上橋直子さんの森人シリーズとか、小野冬美さんの十二国旗シリーズは夢中になって読みました。そうですか。もう私読書好きなんですけども、アニメの方がもっぱら、漫画を読んだりとかですね、先進的なものをカウンセリング的なものを読んだりしてはいるんですけどね。舞さんはどういう本読んでいるのかな。本はあんまし読まないんですよ。読まない、はい、何をしてる。休日はでも、漫画は好きですよ。漫画好き、はい、じゃあそこは一緒だね、はい。キャンさん歴史書が好きということと、あと児童文学の方に興味持たれてるということなんですけどもね、また舞さん質問がまだあるんですよね、お願いします。運転するときに、時に気をつけてほしいこととかありますか。そうですね、運転することでやっぱり一番心配なことが、交通事故ですね。ですから交通事故防止、安全運転ということが言えると思います。事故を起こしやすい場所、ケースは何がありますか。そうですね、一番事故を起こしやすい場所としては、もう交差点が挙げられますね。交差点内中は、もちろん車が相互に通行してますので、信号機がありますけども、なかなか、それを守らないとかですね、スピードの出し過ぎ等とかですね、または脇見運転とかによって事故が頻繁に起きてます。特にこの宜野湾の伊佐交差点は、県内では一番交通事故の多い交差点として。そうなんですか。聞いたことあります。本当、はい、チャタンだと思ったんだけど違うんだね。伊佐交差点が少し交差点としてはちょっと変形型なんでしょうか。そうですね、ちょっと複雑ですよね。聞いてます、
旧道路とね新道路があるからね、はい、なかなかそこのところでまたコンベンションにねつなぐ道もあったね、なかなか複雑だからでしょうねきっとね。沖縄県は運転免許を持っている方が多いと聞きますが、免許人口はどのくらいですか？あと、はい、車両台数も多いですか？はい、沖縄県の免許人口は約今は92万人と言われています。92万人、はい、すごいですよね。それからの、まあ、県内の車両の保有台数は約110万台と言われております。あ、一人で 2,3 台持ってる方もいるからっていうことですかね。そうですね、まあ、県内 の、はい、いわゆる、まあ、家族といいますかその、はい、まあ、60万世帯あると言われてますけども、はい、ですからそれよりかはるかに110万台ですか、多いですから一家に、まあ、1台以上は車を持っていると、うん、やはり言えます、ね、そうですね。交通手段がやっぱり車ということで多いんでしょうねきっと。そうですね、うん、まあ、沖縄県は人口的には全国で今は27番目ぐらいと言われてますけども。あ、そうなんですか。はい、意外と人口はあるんですけども、うん、はい、ただまあ、道路のいわゆる長さといいますか、はい、それはもう全国では一番短いということになっておりますので、ですからまあ県内の道路は、まあ、過密の中にこういったの数多くの車が走っているということで、そうですね、まあ、当然事故も多いと思います。特に中部は朝はすごい混んでますね。混んでると思います、ね、名護方面はね全然車が通らない通ってないけれども中部方面に行くと混んでるっていう状況ですよね。行きも帰りもね、夕方朝はあれですよね、バスレーンすごいですね、うん、夕方もね渋滞してますね、はい、渋滞してますね、免許交付や免許切り替えの後に募金する交通安全協力費ってどのようなことに使われてるんですか？はい、まあ、交通安全協会連合会ではまあ、免許の、まあ、新規所得の皆さんや更新時講習の際に来られた皆さんにまあ交通安全協力費のお願いをまあしております。この交通安全協力費はさまざまな交通安全活動に使われております。例えばこの春でしたら新小学校の1年生のまあランドセルカバーとかですね、あとはまあ朝学校とか交差点で安全活動している交通ボランティアの皆さんがつけている、まあ、帽子とかベストとか、うん、手に持ってます横断の旗とかはですね、はあ、こういったものにまあこの協力に使われておりまして、うん、あと年4回、交通安全運動を行っておりますけども、はい、そういった経費とかあとは、まあ広報活動ですね、はい、等の費用にで使われております。はあ、もう募金が少ないとそこのところがだん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 活動ができなくなるしにくくなるってことなんですね。そうなんですね、うん、まあ、この交通安全活動交通事故防止にはもう本当に必要な活動なんですけども、うん、実は県とか国から その補助金がないんですね。あ、そうなんですか。ドライバー皆さんのこの協力費ですね、はい、持って支えられておりますのでですね、まあ、ご協力方をまた引き続きお願いしたいと思います。はい、はい、ちょっと考え違いをしてまして、はい、私これは道路の何て言いますか、壊れたところを補修するために使われているのかなと。それではないですね。あ、それとはまた別のものなんですね。交通安全活動に使われています。わかりました。はい、最後の質問です、はい、ミッキー先生の話し方のレッスンを受けていらっしゃると、はい、いらっしゃるそうですが、はい、どのようなレッスンですか？そうですね、はい、まあ、私、まあ、教室に通う理由としましては、うん、まあ、私の場合滑舌が悪いことですね、あとは声が小さいこと、そして何よりも人前で話すことが苦手でですね、まあ、それを少しでも克服しようと思って、まあ、ミッキー先生の教室に来ました。 ありがとうございます、はい、で、まあ、今レッスン受けてますけども、はい、まあ、ミッキー先生、まあ、明るい性格の方でですね、ありがとうございます、はい、気持ちよくレッスンを受けさせていただいております。
ありがとうございます、はい、とてもあの理解のあるいやいやあのお声もとても素敵なお声をなさっているの で、 いやいやで、ね、あ教えたらまたすぐにねあの直してくださるところも ありがたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、実はですね私も5年ほど前にあの交差点であの停車している時に後ろから追突されたことがありまして。そうですか、はい、そうなんですよ。事故を起こした方は看護師さんでですね夜勤明けということだったんですよ、うん、もう本人も動転して気持ちが動転して、大丈夫ですかってもうあのどうしたらいいかわからないってもう涙を流してぶつかられた私よりもぶつけた方の方があの心理的にショックが大きかったみたいで、はいはい、まあ幸いにも2人とも軽傷で済んだのであの、まあ、今となればあこういう事故もあるんだなって無抵抗ですよね。あの要はこちらには落ち度がなくて、ね、あのぶつかった側があのやっぱりね、居眠りをしていたってことなんですけれども、私もあの時々居眠りをする時があってハッとするんですよ。ね、あの時の看護師さんはこんな状態だったんだろうなと。もう私の場合はもうすぐ路肩に止めるかガムを噛むかドリンクを飲んであの眠気を覚ますということをしてるんですが、あの気づかずにねよく最近あの糖尿病の方多いじゃないですか、うん、でね、はい、そのそれで、病気のせいで ね、 そういうふうにして、居眠りをしてしまってっていう事故もよく聞くんですけれどもどんなでしょうかねそういう健康上の、ねまあ、あの、はい、病気の理由等ではあの、まあまあ、運転中に気を失うような病気等々も、はいまあうん、一部ございます。例えば先ほど言った糖尿の関係だの血糖状態で、うんまあ、意識がちょっと薄れるとか、はい、あとはあの無呼吸、まあ、無呼吸症候群の方で、まあ、ちょっと居眠りをされるとかですね、はいはいうん、あとまたの、まあ転換の持病をお持ちの方が発作でそういったあの運転の自体ができなくなるとかですね、はい、やはり健康管理というのはまた高齢化社会なので、はい、特に気をつけていただきたいですよね、まあ、そうですねはい体調を見ながらですね、はいまあ、運転に気をつけていただければ私の母も86ですけど運転してます。ああすごいですね。私より上手です。どちらかといえば母の方があのスピードを出すのでちょっとあの気をつけるようにと私は日頃からですねあの声かけてるんですけども、はい。それではいろいろなこのお話を伺いましたけどもお知らせがありますね。イベントのお知らせということで、そうですね、一つ、はいお知らせございます、はい交通安全子ども自転車大会の開催のお知らせです、はい来たる7月の3日日曜日、はい、富代市の豊崎にあります運転免許センターで、まあ、午前11時30分から子ども自転車大会が開催されます、はいこの大会には、まあ、県内の14地区から56名の小学生が出場して、はい、自転車の安全走行に関する知識と技能を競います、はい大会の優勝チームは8月5日に東京都で開催されます全国大会に沖縄県の代表として出場します、はい昨年の県の大会では石垣地区の赤石小学校が見事にあの8連覇を果たしております。すごいですね。赤石小学校。すごいですね。赤石小学校はあの、まあ、石垣市立で、はいまあ、生徒の数もですね、50人ぐらいしかいないという話も少し聞いたことがありますけども、はい、そういった、はい、学校が頑張って、でしかもこの赤石小学校の全国大会でもですね、過去に2回も優勝しております。はい、すごい、2回ですか。沖縄優秀ですね。あそういった大会ございますので7月3日、はい、来週の日曜日ですか。そうですね、はい場所は富代市の、豊崎の運転免許センターですね、はい、午前11時半からということですよね。これは一般参加も大丈夫なんですか。はい選手の方は決まっていますが小学生が決まりますけども、はいまあ、その応援はですね、はいはい、自由に、はい、皆さん見ていただければと思います。ぜひねあの中学生高校生もね
危ないなっていうところ何遍かちょっと見たことがあるので事故に、ね、ならないようにということで初心忘れるべからず で、 そうです、ね、小学生に学んでいただきたいなと私も思います。はい、お知らせしたいイベントがあります。もうこれで終わりですか。そうですね、はい、ありがとうございます。この大会の、はいはい、開催の、はいはい、お知らせをお願いしました。本日は本当にいろいろと教えていただきましたね。はい、ね、舞さんね、はい、勉強になりましたか。勉強になりました。舞さんは免許取る予定はあります。いつ頃10月ぐらいですかね。今年の10月に取ろうとしてるの。あ、専門学校が決まり次第。あ、なるほど。通おうかなと。あ、来年、今年、今年、あ、今年、はい、あ、そうか、18歳になるんで。18歳か18歳からですか、免許は。そうですね、はい。なるほどね。車の免許を。はい、そうです。じゃあその時はキャンさんに、はい、ね、いろいろと、まあ、一つは安全、ね、指導していただいて、はい、それとまた交通安全協力員の方ご協力もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、ここでクイズを出したいと思いますいきなりですけれども、話し方 の、 生徒さんがいらっしゃってますのでね、キャンさんがいらっしゃってますのでね、ここで話し方のちょっとクイズ。話すときに注意することは次のうちどれ、はい、お二人に答えていただきたいなと思います。キャンさん、マイさん、よろしくお願いしますね。はい、まず1、あれ、ちょっと待ってよ。まず1問、第1問、話すときに注意することは次のうちどれ。1、相手を下から見上げウインクする。2、決して目を合わせない。3、話が伝わるように、滑舌に気をつけ表情を豊かに話をする。はい、1、2、3のうちどちらでしょうか。1は相手の下から 見上げる。はい、まあ、聞いてすぐ分かりましたけど、はいはいはい、1番、2番、3番どちらでしょうか。もうこれはもう3番しかないですね。あ、はい、はい、その通りです正解です。話が伝わるようにですね。三木先生 の、まあ、はい、話し方今レッスンを受けてますから、まあ、その通りだと思いました。ありがとうございます。中にはね、1番って答える方もいるんですよ。相手を下から見上げてウインクするとね。これはボーイフレンドを作る時のアプローチなんですけども、はい、あ、引っかからなかったですね、はい、そういうことですね。話し方にもですね、今申し上げたように滑舌のトレーニングが大切なんですね。はい、それではここで滑舌のトレーニングを少しだけさせていただきたいなと思います。舞さんも付き合ってくださいね。はいはい、まず一行ずつ私読みますので復唱をお願いしますね。はい、よろしいですか。はい、アメンボの文章というのがあります。アナウンサーの方とか声優の方、また歌をね、歌っている方たちのボイストレーニングでよく使われている文章なんですけども、今日は時間の都合上途中までにしたいと思います。じゃあよろしくお願いしますね。はい、皆さんも、一緒にお願いします。はい、アメンボ赤いなあいうえお。はい、アメンボ赤いなあいうえお。浮きもに小エビも泳いでる。はい、浮きもに小エビも泳いでる。柿の木栗の木かきくけこ。はい、柿の木栗の木かきくけこ。キツツキコツコツ枯れけやき。はい、キツツキコツコツ枯れけやき。ささげに巣をかけさしすせそ。ささげに巣をかけさしすせそ。その魚を浅瀬で刺しました。はい、その魚を浅瀬で刺しました。立ちましょうラッパで立ちつてと。はい、立ちましょうラッパで立ちつてと。とてとて立ったと飛び立った。はい、とてとて立ったと飛び立った。いかがでしたでしょうか。顔をいっぱい口にしてくださいと言ってね、いつもね、はい、キャンさんにもやっていただいてるんです。はい、はい、まあ、いつも練習でやってますけど、なかなか、はい、滑舌が思うようにいかないですね。ですね、普段はね、そんなに口を大きく開けなくても言葉が伝わるのでですね、
その性もあると思いますよ。ですがね、滑舌の練習だけではなく、こういうトレーニングをすることで表情筋、顔にある25種類以上の表情筋のトレーニングにもつながってくるので、ぜひ続けていきたいと思います。キャンさん、はい、よろしくお願いしますね。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。はい、それからですね、話し方にはよく歌とね共通することがあるんです。歌のレッスンとね、ボイスレッスンとね、共通することがありまして、リズム感というのがあるんですね。はい、もちろん滑舌、話し方ね、クリアに話をするってことも大事なんですけども、それと同時にリズム感が必要になってくるわけです。文章のメリハリとかですね、抑揚とかね、それをリズミカルにこう発音すると、聞いてる方も歌を聞いてるような感じでね、はい、聞きやすいっていうメリットがありますね。それからもう一つ、先ほど申し上げましたけども、表情を豊かにするということですね。喜怒哀楽ですね、特に喜びというのはね、不愉快に感じる人はいませんのでね。で、歌を歌う方にも、またアナウンスをする方にも共通することなんですけど、口角を上げてってあるんですよ。口角が下がると、ここにある響きの空洞、鼻腔とかあるんですけどもね、ここに響きが悪くなるわけですね。それで口角を上げると自然と頬が上がりますよね。はい、ということで、表情を豊かにするということも大切です。それではここで CM をお送りします。はい、続けて、ミッキーのミラクルハッピーでお送りいたします。ボーカルとですね、話し方教室の生徒さんからよく質問があるんですけども、その中にですね、喉が疲れた時の対処法はということで、今質問がね、来ていますね。それでは、声が出なくなった、喉が疲れて声が出なくなった時のケア、次のうち、この3つのうちですね、クイズ出しますよ、はい、次のうち、はい、わかりました、どれが一番ケアとして適切でしょうかということですね。はい、それでは、1番、海に向かって大声を出す。2番、なるべく歌わない、お話もしない。3番、喉の筋肉を鍛える、筋トレをする。はい、1番2番3番のうちどちらが正解でしょう。キャンさんに答えていただきましょうかね。はい、私でしたら2番ですね。2番の、なるべく、はい、声を出さずに、今そうですね、はい、歌わない、声を出さない、普段の私ですけども、はい、正解です。あ、正解ですか。正解なんです。喉の筋トレは、そうですね、筋トレっていうの自体も、なんて言いますかね、いい声を出すためにはね、必要なことではありますが、今回の場合は喉が疲れた時の対処法なので、3番ではなく2番が正解ということになりますね。極力歌わない、話さないことということです。またもう一つですね、喉を乾燥させない、そして、さらに食べ物で、喉にいいものと言いますと、ネバーネバーしたものなんですけども、ネバーネバーしたものといえば、まいさん、何がありますか？納豆。そう、納豆もありますね。それからオクラ、それから海の幸で何がありますか？キャンさん。海の
海の幸。あ、これまで食べました。ちょっと今ど忘れしましたね。ネカブとかあるんですけど。はいはい、残り1分ということで、はい、ミッキーの音楽教室では生徒さんを募集しております。はい、今のようにね、話し方でお困りの方、また声が出にくいとおっしゃる方もぜひミッキーの音楽教室に遊びに来てください。 090-6858-4578 090-6858-4578 ミッキーの音楽教室です。それではまた来週も、土曜日の11時半から、ミッキーのミラクルハッピーデイ、皆さん、ゆたしく、にげえ、サビラー。